えー、皆さん、こんにちは、えー。視聴者と参加型ということでね、えー、ローカル路線バス乗り継ぎの旅っていうです、ね、番組がありまして、タ、え、ワー・エビスさんコンビ、で現在は原田さんと田中洋次さんというね、えー、この組み合わせで、まあ、Z シリーズに生まれ変わってるわけなんですけども。 今回、第一のオリジナル作品ということでですね、四国一周の旅、ほぼ一周の旅ということでお届けさせていただければなと思います。すでに四国一周というのは2回行われてまして、そのうち1回は失敗、そのうちもう一つは成功ということで、Z シリーズというね、リベンジということにはなったわけですけどね。今回なんですけども、 えー、室戸岬をこうスタートして、えー、これ大1回の、えー、1回目の四国一周とちょっと似てるところがありまして、えー、室,戸し室戸岬、えー、そして足摺岬、えー、そして足摺岬からですね、えー、今度は松山市の道後温泉で道後温泉から、えー、今度は丸亀城を経由して、えー、最終目的地はですね えー、徳島駅に、えー、これ至るルートということで、えー、今回のーこのね、えー、ロ,スローカル路線バス乗り継ぎの旅というものをね、えー、ちょっと計画させていただきましたでこれ実際ね、えー、行うっていうことはねちょっとあの今ちょっとできないんですけどもまあもし皆さんだったらねどのような攻略法があるのか是非コメント欄にね書いていただければなと思いますえー、まあ ヒントをね、まあ、いくつかまあ言うとするのであれば、えー、3日目の東北間っていうのがあるんですけども、この東北間っていうのは、これ3日目が実は唯一,唯一なんですね。えー、1km 以上を超えるまあ、まともな徒歩というのは、これは3日目の最終日に。3日目 なんですね、3日目の、えーまあ、夜に発生する、まあ、ちなみにこの,4日目の、えー、3日目の夜に発生する徒歩っていうのは実はこれ4日目の朝に、えー、回してもいいというのが、まあ、1つ目のポイントそして2つ目のヒントは高松空港です是非皆さんお考えみてください